民発電所委員会小川由紀子さんの方からお願いいたします。こんにちは、北区市民発電所委員会の小川です。市原光恵と申します。今日2人で参りました。よろしくお願いします。私たちは北区で市民エネルギーを推進する活動をしています。今日は7月23日に行う、河井弁護士の日本と再生 の、 上映会の宣伝と家庭でできるさよなら原発に向けての行動をお話に参りました。先月私は、2つのエネルギー関係の、勉強会に参加してきました。一つは明日塾でエコ広場館というところで行われた地産地消エネルギーを考えるというセミナーです。北区の環境課長さんのお話を聞きまして、北区は 60% から 70% の方が集合住宅に住んでいるということで、そういった管理組合向けに、助成金を出しているので、ぜひ利用してほしいというお話がありました。それから省電力が今年生活においては大事だということで、LED に変えてくださいというお話でした。自然エネルギーの方 の、 推進は消極的でしたが、それから設置、太陽光パネルなどの設置業者さんの方も商売的には儲けが少ないのか撤退しているということで、もう一つ豊島エネルギーさんの豊島でエネルギーを考える会さんの DIO という太陽光パネルをみんなで設置するというワークショップに参加してきまして、DIO を体験してきました。管理組合なのでこういった取り組みをできたら北区のマンションの上もエネルギーでいっぱいになるかなと思い希望を持ちましたので、皆さんもぜひ検討してみてください。スイッチを押せばそれだけで、便利な電気が使えるという、暮らし、それが原発の事故につながったんではないかなと思っています。私たちは自分たちの手に、そういったエネルギーの生産を取り戻す活動ができたら素敵だなと思っています。なかなか設置場所がないのでお知恵がありましたら北区市民発電所委員会の方までお知恵を貸してください。皆さんも自然エネルギーのことを知っていただきたいと思います。河井弁護士は自然エネルギーについてはあまりご存じなくって、日本と再生のエネルギーの撮影 の、 方からだんだん学んでいったそうです。この映画をたくさんの人に見ていただいて、また皆さんから他 の、 友達に話をするというような、そういった良い循環ができたらさよなら原発につながっていくのかなと思います。それを希望します。7月23日赤羽会館の広い行動をたくさんの人で映画を一緒にシェアしたいと思います。ぜひ日にちを空けていらしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。暮らしから変える原発問題、小川さん、市原さんからのアピールでした。